私キャロウェイセット、キャロウェイセット黒黒で、はい、黒黒で、あと横がそう、このここが可愛いですよね、ペルリが、ね、かわいい、最近こういうデザインの気に入ってます、かわいいです、うん、かわいい、はい、私もシャキッと、シャキッと、シャキッとして、シャキッと、ほのちゃんのそこはなんてメーカーなんですか、ディッセンバーメイ、ディッセンバーメイ、ニットの T シャツ、T シャツじゃないわ、なんつうの、珍しい ね、 そうだね、この素材 ね、 ね、しかもなんかピタッとなるから動きやすい、うん、あ、伸びるし、伸びるしね、うんうんうん、いいね、かわいい、色かわいい、色がピンク、うん、パンツも涼しい、パンツもここメッシュなんですよ ね、 ね、メッシュだね、超涼しいんですよ、薄いね、超薄い、え、これいいな、伸びる、伸びてます、ね、動きやすそう、ね、うん、でもここは透けちゃうから、うん、こうなんか二重になってて、あ、なってるの、ここはほら、本当だ、本当だ、スパッツだ、そう、ここはもう、え、これ欲しい、いいね、マジでいいです、うん、いいですね、パンツスタイル、パンツスタイル、はい、こんな感じでございますいいんですか、私、大丈夫です今日はあの、今日は違うんで今日は保護者だもんね、はい、保護者、今日は、キャロウェイってこんなの出たんですか、最近可愛いよね、ね、うん、フリフリなんだ、多分初めて見た、よいしょ、かわいい、かわいいです、韓国みたい、そうだね、最近そういうの流行ってるよね、うん、韓国、韓国っぽいのね、いいよね、かわいい、まあね、どんどんなんか新しいゴルフウェアブランド増えるというか、出したいとかいうのよく聞くんで、うん、増えていくんじゃないかなと思いますけど、私もゴルフウェア作りたいです、来ます、来ます、イエイなんかもう着たいやつ作ろうかなと思ってる、売るとかじゃなくて、いいんじゃない、だってさ、視聴者さん大体さ、男の人じゃん、女子の服作っても売れないもん、うん、確かに、でも着たいやつ作りたい、じゃあその会議参加しよう、ね、あっそれでね、作りたいね、うん、竹内さん、そう、竹内さん、ああ竹内さん資金ね、竹内さんあ、見てるからオーナーこれ全部チェックしてるんで、動画、じゃあお願いしましょう、お願いします、ユニフォームを作りますウェアを作るんです、ユニフォームを作る、リンゴルフのユニフォームを作る、いいね、うちらが着る、いい、年間通して着るやつを、うん、いいね、サンプルみたいな10枚ずつぐらい作ってさ、うん、色違いとかで、いい、よくない、インスタ載せたりリンゴルで着れば、そうそう、絶対いいんだよね、うん、いい、右打ちづらかった。育ってるけどね、育ってるよね、
そこが登っとるよ。で、下り。一番最初のです。エピックスター。これが良くてずっと変えてないです。いい。よいしょ。これはいいんじゃないですか？いいかな。ナイス。タエちゃん、確かにタエちゃんのもうちょっと飛んでたね。ねえ、なんかタエちゃんキャリーがさ出るよね。すごい。なんで？暖かいから。暖かい。関係ないわ。すごいね。冬だって200ぐらいしか飛んでなかった。本当に？寒いの嫌なんですよ。そうだけどさ。それみんな寒いの大嫌いなの。それみんなそう。じゃあ5番インフィープちょっとタエちゃんにインタビューしようかな。はい。ほのちゃんについて。あ、ほのちゃんについて。何？何ですか。まあ今日はこの後対決になると思うんですけど、はい、やっぱ賞金かかるからちょっと真剣になると思うんですよ。うんはい、対戦相手についての、まあ、印象と、はいまあ、意気込みを。ほのちゃんは何ですかね。あんま見てる。ほのちゃんはでも結構私の方が飛距離は出るんですけど、その分ビュッフルとかが上手いから、なんだろう、なんか隙がない感じです。うん。けど、まあ私の方が飛距離出る分ちょっとビタビタ痩せてバーディーチャンスつけて、まあ、相手を焦らせられたなあなと思います。なるほど、そういう作戦でちょっと飛距離をね、アドバンテージにして。いや、なんかあんまプレッシャー感じなそうなんですよ、私が飛ばしたとこで。気にしない感じ。
うん、難しいです。直接対決っていうのが。なるほど。はい。3分、いつも通りの感じになっちゃいそう。雰囲気が。まあでもね、今日はちょっと勝ちを狙いに行って、はい、はい、賞金をゲットで、はい、お願いします。お願いします。また同じことしちゃった今ね、お酒やめよう。ちゃんとお酒って言ってよく話すから今日お酒やめよう。何言ったの？ちゃんと答えてよ。本当？ほのちゃん、はい、まあ、この後お昼挟んで、はい、いよいよ対決です、はい、まあ、たいちゃん、まあ、対戦相手の選手の、まあ、印象と意気込みを。印象か、パターが、ね、見てる、何を変顔してるからあのパターがうまいから、うん、強気だから私も強気で攻めて。印象はね、今日の調子とか見ててどうですか？今日の調子、あのお酒外すんですよお酒しないって言ってるどうしようかな今日の調子いいですよね。でも良くないみたい。じゃあチャンスなんで、チャンス頑張ります。ありました、はい、じゃあしっかり勝ちを狙って、はいはい、頑張ります、はい、します。お願いします。